高木です。黒髪になっちまったぜ。いやもう子供っぽくなるからさ、茶髪っぽくしようと思ったらたちが黒髪になっちゃった。これまだあのうちのね同居人のマイキーに伝えてないんで、ちょっとドッキリ仕掛けていきたいと思います。えいや、ちらっと確認した。いや、ちらっと確認した。え、またかぞ。え、今でも似合うね。ありがとう。マジではい、というわけで本日やりたいのがですね、結構僕毎回言ってるんですけど、一番好きな食べ物がお寿司なんですよ。まあそんな中でも回転寿司ってちっちゃい頃からもう行きまくってたんですけど、 YouTuber って結構ね家で作業することが多いんですよ。家でもでも回転寿司が食べたいというところで本日買ってきました。気軽に楽しく家でできる回転寿司セット。家で簡単にね回転寿司屋さんになれるらしいんですよ。なので早速こちらの回転寿司セットを使って、まずお寿司を握っていきましょう。かわいい、ちっちゃいお皿。お皿を乗っけて回すみたいなんですよね。このボタンを押したらこう回ってくるらしいんですよ。あ、またすげえ。これでもお寿司乗せたら絶対楽しいやん。マジで家で回転寿司食えてるやん。こんな感じなんですね。ここにちょっとお品書きも書いてあるね。握り軍艦、鉄火巻きとか。一応ね、本日はここに乗ってるネタを買ってきました。だから、ここにあるやつを僕は本日握っていきたいと思います。まあ、つまり板前さんになるってわけなんですよ。本日使っていくネタなんですけども、イクラ、タコ、甘エビ、タイ、イカ、マグロ、サーモン。よし、じゃあまずシャリを作っていきましょう。てかさ、うん、黒髪ぶっちゃけどう思う？普通にやっとうと思うけど、まあこれは金髪なんやけどでもそっちなんかモテそうやん。いや、ちょっとチャロの予定やったんよ、ほんまは。ミニミニお寿司になると思うんで、やはり専用のね、機械を使って。かわいい。かわいいやろ。ナイキー、今日の晩飯はお寿司だよ。やったーミニシャリが。おお、すげえ、かわいい綺麗に四角になった。こんなもんかな。うぃかわいい、かわいい。おー、おー、なった。おー、おー、それ綺麗にできたね。おー、贅沢な一貫の寿司ですよ。寿司郎とかやったら一貫のやつは一皿までなって言われるやつやん。はい、というわけで完成しました。こちらがすげー。これをじゃあ回していきます。ここボタンを押すと回るらしいんですよ。うわー、こんな感じなんや。はぁ、すごー。いやー、なんか男のロマンやね、これ家でできるって。うわ絶対意味ないよこれ、お皿に。はい、じゃあ今日の晩飯を、イエーイ、いただきます。俺の大好きなマグロちゃんから。うん。おー、おいしい。ちっちゃくても。うん。うまっ。うまいよな。うん。これで崩れちゃったけど、いくら。タコの癖やろ。あ、じゃあ、この癖の強いタコじゃん。見て。かわいい癖の強さ、このエヴァンゲリオン出てきたよ、このなんか、食べなきゃなくなるぞ、お前。じゃあ、最後、最後一つ振り返っていいよ。いただいていいんですか。うん。いやー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 。おー、うまいわ。今から、料理人たけやきが、はい、振る舞いますよ。大将、うん、いいんですか。好きそうなやつ。じゃあ大将、新鮮なサーモンください。いや、そういうのじゃない。え、こっちが決める。あ、はい。スシロー、ああいうだからチェーン店とかの回転寿司でよく、はいはいはい、こう変わったお寿司ってあるじゃん。ああ、ありますね。ハンバーグだったり。ああ、はいはいはい。その森でこちらささみ、こちら新鮮だったらピチピチのこれも鶏のささみ。あんまりね、やっぱりね、寿司って覆ってイメージあるじゃん。はいはいはい。それ固定概念覆したいなと思って。どうだい。いや、まあ口に入った瞬間ちょっとびっくりしたけども、硬かったけど普通に美味しいから、ね、なるほど。うん。どういう味がした。一応鶏のささみやった。鶏なんよこれ。なんか駄菓子的な。あー、なるほどね。うん、変化球加えてね。うん、そうそうそう。ブラドメリオか。うん。ドギーマン。
おる、おる、まだ痛い痛い痛い、抜こう、抜こう。いや、おい、ゲテモノ無理なんやって。むさーどうやった、マイチ君、ぶっちゃけ。いや、意外といけたわ。意外と犬や我が家のペットや。